最近さ、これ将来のことについてよく考えるのね。おお、将来。なんかできたらドラマとか出たいなって。出たいよね。いや、いいな。みんな出たいよね。学園ドラマとか。学園ドラマいいよ。いや、俺もめっちゃ出たい。え、でもちょっと俺ちょっと自信があんまないねよな。いや、僕もない。確かに、まあ、今の僕たちの演技力じゃ、いや、まあ難しい。まだね。ダメかなって感じあるよね。演技ってどうやったら上手くなるの？本当にみんな上手くなりたいでしょ。なりたい、なりたいよ。そんなエビダンネクストが先輩の桜示しからエンターテイメントの真髄を学ぶ。まあ、何事も自己紹介から始まるということで、はい、まずは皆さん自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、エビダン大阪17歳の富田裕樹です。よろしくお願いします。はい、エビダン仙台の14歳米尾健人です。よろしくお願いします。エビダン大阪の17歳阿久根晴生です。よろしくお願いします。エビダン名古屋18歳中村大太郎です。お願いします。エビダン仙台の18歳しがりくです。よろしくお願いします。しがりく。エビダン東京の山本理人です。15歳中学3年生です。よろしくお願いします。エビダン東京中学3年生15歳の竹内玲です。よろしくお願いします。トシ。はい、トシね。早い。16歳きついトシアキです。トシです。よろしくお願いします。トシ。全国200名を超えるエビダン研修生から選抜された選ばれし8名が今回学ぶのは演技。皆さんなんか演技に自分自信あるよって方って、この中に一人、映画をね出演する人が決まる。そうなの？あらららら。誰だ？誰だじゃないだろ。そうなんですよ。ほらだって誰だ、あの芝居完璧だった。分かんなかったもん今。これから皆さんには演技を行う上で大切なポイントを2つレクチャーしていきたいと思います。はい、まず1つ目のポイントがこちら。じゃあどん。気持ちを前面に出す。なるほど。気持ちを全面出してますか皆さん。自分に正直に慣れてますか。こちらですね、まあ演技をしている時自分の感情をいかにして見ている人に伝えるかが大切ですね。演技はやはり大切なポイントは与えられた状況を想像して自分の感情を表現することだとか。ちょっと難しい質問になっちゃうかもしれないんですけど。はい、何でも答えますよ、うちの先生。何でしょうか。なんか泣く演技とかあるじゃないですか。はい、その泣くときにどう気持ちを作り込んだら涙が出てくるのかな。いい質問ですね。全部いい質問ですよ。最初泣く演技をしようとするどうしてもこう涙流さなきゃとか、悲しい気持ちにならなきゃっていうその邪念が入っちゃうわけですね。じゃなくてその場面をいかに自分の中で広げるか取り込むかっていうところに多分一番重きを置いた方がいいんじゃないかなって思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい分かりやすかったです。大丈夫ですか。もちろんです。大丈夫です。ではそして2つ目のポイントがこちら。じゃん。自分の個性を生かす。個性、はい、いいですか。どうぞ。あの個性出すためにその必要な努力とかってどんなものがあるのかなと。例えば休日何して過ごしてます。何してるだろう。あでも、うん、よくメンバーと暇電とかしますね。暇電。あ電話ね。電話。え暇電って言うの。暇電って言うね。暇電。若者の言葉。ジェネギャ感じない。ジェネギャ感。ごめんなさい。なるほど暇電。あへえ。なんか自分のやってて好きだなとか趣味とかをまず見つめ直すんですよ。でその趣味を見つめ直した上で、あなんかこれをやってる自分ってなんかあこういう感情になるなっていうのを正直にこう出してみれば個性は見つかるんじゃないかなって思います。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではここで2つのポイントを踏まえて実際に皆さんに即興でお芝居に挑戦してもらいたいと思います。そういうのあるよね。エビダンあるある。エビダンあるある。僕らもやってきた。これ先輩から教わったポイントを踏まえ実際に演技を披露してもらいます。その設定は
朝寝坊した時にスマホが見当たらないけど探したら意外な場所で見つかったという場面でございます。自信はありますか？ないです、はい、ないですか？自信持って頑張ってください、はい、はい、ありがとうございます。誰が行きます、はい、あ、じゃあ僕行きます。おー、すごい。大太郎くん、大太郎くん、受け込みがある。大太郎くん、トップバッターは大太郎くん。どんな演技を見せるのか。それでは朝寝坊した時にスマホが見当たらないけど探したら意外な場所で見つかった。待って、え、スマホない、スマホない、え、どこどこどこ、もう遅刻するってあかん。え、あれ、昨日どこやったっけ。あれ、俺ベッドの横に置いたよな。あれあれ、ほんまにどこ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 、あった、よかった。なんで洗濯機の中あんの、ほんまに。なんで洗濯機の中俺昨日ベッドの横置いたよな。なんで洗濯機の中。まあいいや、学校行こう。カット。気になるな、なんで洗濯機の中にあったんだろうっていうね。トップバッターにしてはすごい良かったですよ。良かった、うん、勇気もすごいですし、勢いもね、勢いもすごいですし。続いて可愛いキャラのリュウト君、キュートな演技に注目です。うわ、待って、もう9時、やばい、こんな時間じゃん。あれ、ちょっと待って、あれ、なんでこういう時に限ってないんだよ。あれ、どうやったっけ、本当に。あれ、なんでこんなとこ入れてんだ。いや、こんなこと知る場合じゃない、早く学校行かないと。行ってきます。はい、ありがとう。いや、ね、なんかね、もう可愛い可愛かった、うん、全部がね。続いてメンバーのリーダー的存在、りくくんが挑戦。今何時だ。やべ、8時だ。ちょ、スマホどこだ、ちょっとどこだ、どこだ、やばいやばい。ちょ、お母さん、ちょ、電話して。お母さん、あった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 、ベッドの下にあった。おー、よし、では学校行ってきます。やった、いいですね、リアルですね。爽やかなんよ、うんうんうん、みんな爽やかな。爽やかです。大阪出身の春瀬くん、関西弁と爽やかな演技に注目、うん、やっぱ8時半や。あれ、携帯どこやったっけ。やば、携帯ない。え、あった、やばい、そんな暇ないって。ありがとうございます。すごい、なんか日常系アニメの一コマみたいな。続いての芝居の設定は、ファミレスで店員にジュースをこぼされた。よく見ると相手はクラスの好きな女の子だったというね、ちょっと甘々なシチュエーションなんですけれども、なんか皆さん ね普段からね、やられてますから、ね、じゃあ、はい、行きます。よしまずは映画出演のあるとしあきくん、演技では絶対に負けられない。それではファミレスでアルバイトの店員さんにジュースをこぼされた。その店員さんをよく見ると実はクラスの好きな女の子だった。よーい、スタート。うわマジか。うわ、これめっちゃお気に入りやったのに、マジか、取れへんやん。うわ、最悪や。おあ、ここに貼って入ってんの。あ、そうなんや。いや服、あ、全然大丈夫。こんなんシミいい感じのなんか柄なってるし、もう逆におしゃれちゃう。全然大丈夫。もうここに貼って入ってたんや。また来るわ。いや、これは内緒にしとこな。うん、ほな、また。ありがとう。素晴らしいね。確かに、その好きな女の子に対して のカバーがね、素晴らしかった。続いて英語も喋れるワールドワイドなゆうきくんが挑戦。うわ、マジか。めっちゃお気に入りの白 T やったのに、白 T 最…
いや、あ、うん、あ、ここにいいんや、あ、そうなんや、あ、いや、全然全然、いや、もうこれの服さ、なんかヴィンテージ感あるやん、だからこれ今度ちょ友達にあげる予定で、うん、あの、なんか、うん、うん、あの文化祭の練習で着れてた感じやし、うん、全然、うん、うん、めっちゃいい感じやし、ありがとう逆に、ありがとう。好きよりもショックの方が強かったね。行かせてもらってもいいですか？鳥はちょっと、鳥はちょっと、鳥はちょっと。続いては恥ずかしがり屋のレイ君、衝撃の展開に注目です。スタート。これめっちゃ高い。あ、いや全然大丈夫です。わかる。そうそうそう、同じクラスの。ってかマジか、ここで何バイトしてんの？アルバイト。そうなんだ、初めて知ったわ。楽しい？あ、辛い。結構ね、あの店長さんも怖そうだったしね。まあ頑張って。そうなんだ、ちょまた来るわ。明日とかも来ます来ます、全然。ちょっとさ、バイト終わるまで待ってるからさ、ちょっと外で待っててくんない？いい？バイト終わり。バイト終わり。バイ終わり。奏でたい目と今が違っても。あ、お疲れ様。いや、あのさ、ちょっと伝えたいことっていうかあれなんだけど、あのうちの学校バイト禁止じゃん。だからまさか、それ言わない代わりに僕と付き合ってほしいなって。やったー。やってるわ。やってるわ。これ竹内レイの闇を見たんだ。すごいね。これ鳥でよかったし。すごかった今。鳥はチームのムードメーカー、ケント君。どんな演技で締めるのか。スタート。あ、冷た。あ、あ、あ、いや、いや、全然大丈夫ですよ。いや、だってこんなの洗えば落ちるし。いや、全然大丈夫です。あ、ほらほら、あの店員さん、あ、お客さん呼んでますよ、あそこ。はい。あ、いや、好きな子にジュースかけられちゃったよ。今日はついてんな、俺。カット。うわー、かわいい、かわいい。なるほど。素晴らしい、ありがとうございます。いや、それでは一番印象に残った演技は、リュウト君。おお、本当ですか？リュウト君かわいかった。僕の心に突き刺さったんだ。可愛さも、可愛さも個性の一つですし、ありがとうございます。もうすばでも本当皆さん素晴らしかったですよ。ありがとうございます。もう選べないからね。強いて言うならね。強いて言うならです、うん、本当に。いや、本当に自分が選ばれるとは思ってなかった。その感想も可愛い。